マヤさんは、兵庫県神戸市灘区、六甲山地の中央に位置する標高702メートルの山。山頂周辺には、塚星大展望台、マヤロープウェイ製の駅、通り天井寺、マヤ自然観察園、ホタカ湖島が点在する。マヤさんの名は空海が天井寺に、釈迦の聖母、マヤ夫人像を安置したことに由来する。古くは八つの国が見渡せるため、 八州霊とも呼ばれていた、兵庫五十山の一つ、山頂近くの塚星大展望台よりの阪神間の夜景が美しい。日本三大夜景の一つとされる。塚星台には、蛍光材で舗装された、マやキラキラ照景が整備されており、夜間は、ブラックライトにより、歩道全体が青色の光で浮かび上がる。 六甲前山重層では最もきつい標高差450メートルの上りとなる。マヤ山には、神戸市電、交際会が1954年7月に開業したホテル奥マヤ山層があったが、1968年11月に営業を休止した建物は撤去された。その後、同地には1970年4月に国民宿舎マヤロッチが新築開業した。 この国民宿舎は大規模改修され、2001年7月に、オッテルとマヤとしてリニューアルオープンしたが、PFI の事業期間の満了となり、2021年3月31日をもって営業を終えることになった。また、以前はマヤ学生センターもあったが、1994年に営業を完全に取りやめている。山頂部にはマヤ山送信所がある。 マヤ山送信所付近からマヤ史跡公園方向に向かう途中の天狗岩付近に山頂と山頂三角点がある。東山にちなんで命名された官邸、船舶として急日本海軍の従順洋艦、マヤ、急日本陸軍のドック型洋陸艦、マヤ山丸、海上自衛隊の護衛艦、マヤがある。主な登山道は次の通り、マヤさんは スマウラ公園から宝塚に至る六甲前山、重走路の途中に位置している。市街地からは、マヤケーブル及びマヤロープウェイを使って山頂に行くことができる。六甲山及び六甲山牧場方面からもバスで山頂に行くことができる。最寄り駅は新神戸駅である。ありがとうございます。